はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそということで、今日もラジオ撮っていきます。はい、今出張3日目ですね。やっと明日帰宅といったところです。まあ疲れることは疲れるんですけども、なんだろう、僕普段はね、ほんと朝ごはんも全然食べる気にならないというか、普段食べないんですけど、この今ビジネスホテルに泊まっていると、こう朝食がついてくるんですよ。でこう和食を設定したりすると、なんていうんだ、こう味噌汁とかご飯、漬物、海苔とかさ、いろいろ納豆とかね、なんかこう煮物があったりとか、こうしっかり朝ごはん食べてるから、普段よりは逆にこう健康的なのかななんて思ったりします。でもちょっとね、東京とは違って少し田舎の方に来ているんで、いくらねこの7月とはいえ、少しねこう明け方はね冷え込むというか、少し肌寒いんで、エアコンをねしっかり切って寝るっていうことを身につけました。僕結構こう眠くなってしまってエアコン消し忘れてしまったりとかよくあるんですけど、このまあ出張でね、しっかりそういう癖を直していけたらいいなって思ってます。そうで、今日はねちょっと仕事がね少し早めに終わって、上司とねボルダリングっていうやつに初めて行ってきました。こうやって登るやつです。結構ねそのせいか今もう両腕がパンパンで腕が上がらないぐらいの状態です。やっぱり出張ね、僕はこうそれなりにこう会社の人と仲良くさせていただいてるんで、こうやって出張は出張で楽しいなと思えるからいいけど、これがもしねこうあまりこう関係性が良くないかったことを想定すると、すごく嫌なこの4日間になってたんじゃないかなって思ってます。はい、そんな感じでね、今日はねちょっとあまりね話そうかなと思ったんですけど、僕ねこうやってラジオねやってるっていうのは、結構ね昔からラジオが好きっていうのが、まあ前にも話したことあると思うけど、そうで、今でも結構オールナイトニッポンをねたくさん聞いてるんですけど、クリーピーナッツさんと須田まさきさんで、先日サントラという、曲をね出してたんですよ。でちょっとね最近それをねこう出張のホテルから移動するときにこう車の中でかけたりとかしてて、そう、課長さんに最近のこう20代というか若い人たちはこういう音楽聴くんだみたいなこと言われるんですけど、そうでもね、まあその辺はね全然僕は気にしてないというか、そういう思いで聴いてるわけではなく、単純に自分が好きな音楽聴きたいから勝手にかけちゃってるんですけど、なんかそう、それでいろいろ聞いてて、なんかこう歌詞とか曲調もそうだし、すごくかっこいいなって思います。ぜひちょっとね Apple Music とかにもあるから、みんなにも聞いてみてほしいとは思うんですけど、そう、そもそも僕はねクリーピーナッツさんね、曲はねあんまり聞いたことないんですけど、そう、R 指定さんとかはフリースタイルダンジョンとかのラップバトルをね一時期ハマってる時あって、まあ知っていたんですけど、ラジオがね本当に面白くて、クリーピーナッツさんのオールナイトニッポン、そうそう、でもあまりねクリーピーナッツさんの音楽には触れてこなくて、でちょうどその須田まさきさんとこうコラボして曲を出すっていうのをラジオでたまたま耳にして、あ、聞いてみようかなと思って、そう、須田まさきさんもいつだっけな、大学4年生くらいの時に、さよならエレジーという曲がすごいかっこよくて、一時期ねよく聴いてました。そう、それで今回もちょっと楽しみだなと思って聴いたんですけど、そう、まあA メロというか、まあサビ以外のこうラップのシーンは結構こう、なんだろう、まあアーティストとか、もちろん菅田将暉さんの俳優という面も置いて、こう芸能活動ということへのこう不満ではないけど、を行っていく上での苦しさみたいのがこう交互にというか述べられてるような歌詞で、
そこでこうサビになると、こう須田まさきさんがこうなんて言うんだろう、ロックな曲調でサビ歌い上げるようなね曲になってるんだけど、うん、なんかこういう曲ってなんだろう、わからないけどあまりなかったんじゃないかなって思います。結構アーティストが作る曲は、まあ、あの失恋とか恋愛とか、あとはこう世間に対する怒りみたいな曲は結構多いけど、芸能界の苦しさというか、うん、なんかこう自分真っ暗闇を歩いてるような、あんなにね一流の R 指定さんとか須田まさきさんでもこういうことを思って活動してるんだってね、なんかこう改めて思って、うん、なんかみんなこう同じ人間なんだなってこう思ったというか、そう、最近はちょっとそのネットのいじめでさ、いろいろあったりとか、その SNS の誹謗中傷でいろいろあったとか、そう、結構ちょっと前にもなるけど、そういうのもあって、やっぱりこうどんなにこう僕とかみんなからしてこうなんか一流のこうインフルエンサーというか有名人であっても、こういう感情を持ってて、うん、あのだからしっかりね、こうどんなことでもこう言い過ぎたりとか、そういうのは絶対に良くないし、お互い尊重し合ってね生きていくべきだなってこう思いました。あとはね、まあ、ちょっと話変わるけど、その音楽 Apple Music で聞いてたんだけど、歌詞をね見てたの、そしたら一番下に作成 R 指定って書いてあって、結構途中でねギターソロとか入ってたりするんですけど、え、これも R 指定さん作ってるのって思って、だとしたら本当になんかすごいなって思ったっていうか、いや、もちろんやっぱりプロのアーティストだから何でもできるんだっていうか、ラップやっててもギターソロとか弾いてるわけではないと思うんだけど、本当にねギターソロもすごくかっこよくて、やっぱり音楽の一流の人はこう何をやっても、うん、かっこいい音楽作れるんだなって思いました。うん、あとはなんだろう、須田まさきさんの声もすごく良くて、うん、なんかそう、僕ね須田まさきさん結構あのすごく好きで、俳優としてね、あの溺れるナイフとか、そう、本当にかっこいいなって思ったし、あとなんだっけ、火花とかもそうだし、定位置の国とか、あと何者とかにも出てたりして、そう、俳優としてもねすごいあの昔から好きで、そうで、音楽もこんなに歌が上手くてギターも弾けてって、うん、本当にこうかっこいい人だなって思います。なんか本当にね、なんかすごいバラエティとか見ててもこうまっすぐな人だなって思うし、なんかいつかお話ししてみたいなってね思うような人っていうか、なんか悪い意味じゃなく、もしこう偶然出会ったとしても、あまりこうビビらずにというか、気さくに話しかけれたりできそうな人だなってこう画面越しからいつも思ってます。はい、といった感じで今日は、クリーピーナッツさんと須田まさきさんの、まあ、コラボレーションと言ったらいいのでしょうか、サンタラという曲をについて話していきました。本当ラジオから好きになったクリーピーナッツさんとか、あの映画でたくさん見させていただいていた須田まさきさんのこの2つのグループがあのコラボ曲を出したってところで、なんだろう、こう音楽同士で僕が知ったわけじゃなくて、いろんなこのラジオとか俳優業とかから知った音楽を聞くっていう、ちょっと新しいルートを個人的にこう初めてこういうルートで音楽を聞いたなと思いました。まあ、あの音楽に出会う方法っていうのは何でもいいと思うし、そうやってラジオから知ってもいいし、例えば本当僕のラジオから知る人ももしかしたらいるかもしれない。まあ、そうやっていろんなね通路使ってとか、自分に音楽が届くようなことっていうのは結構ね簡単そうに見えて難しいから、僕はその辺を大切にこういろいろ今後もね発信続けていこうと思ってます。なのでぜひあの少しでもこうためになったとか、面白かったなとか、共感していただける方がいたらチャンネル登録と、あとはグッドボタン、あとコメントたくさん欲しいなと思ってます。はい、といった感じで、あの明日はやっと東京に戻れるんで、明日の夜またお会いしましょう、といった感じで今日おしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。